よ。ケンケン、今テレビをつけるとずっと新型コロナウイルスの、話題ばっかりです。我が家も、もう1週間以上家からほとんど出ていませんね。まおいママさんが、買い物に出るレベルでしょうか。うちの母もちょっと買い物ぐらいはね。当の黒犬パパはですね、ずっと家で仕事しています。ちょうどですね、仕事が、ここに溜まっていたのでそれをこなしています。そして、オープンマイクとかね、ライブとか、あとは合唱団とかもお休みをしました。次のオープンマイクが20日あたりかな。そのくらいには、ニュースでもどういう状態なのか分かるようになると思いますので、それはちょっと行きたいかなと思ってるんですが、それも状況次第ですかね。地元のライブハウスが、感染源になっているなんていう話になるのはちょっと嫌なので、そこの営業がね問題になるかもしれませんので、自粛したいかなと思います。何人かはね、集まってやったようですが、要するに、箱の大きさに対して人口密度の問題も、あるかと思います。結構ね、人気が出てきてたくさんになってもう沈め状態だった頃もあるので、そうなるとやっぱりちょっと危険はあるかなと。僕なんかみたいに新参者はですね、ちょっと遠慮をして、人と人の距離をね取れるようにっていうことでしょうか。いろいろ考えなきゃいけないの大変だね。ジャン君、よいしょ。猫に移ったっていう話はまだ聞きませんので、うちは健康管理を猫もろともちょっと努力したいと思っています。そしてこちらのポンちゃんも同じですね。そういえば今日はこのヒーター出していて、ちょうどなんかこの辺の距離がいいみたいなんですよね。まあこのお気に入りのブランケット、これもあるんですが、直接じゃなくていいみたい、ポンちゃんはね。で、明日かな？もう来週、今日が土曜日ですので、来週には20度になる日もあるということなので、これ使い納めになるかもしれないね。来週から春になっちゃうよ。